イメラジオ第2136回、今日は令和2年4月23日木曜日です。時刻は午後5時ですね。横浜港北、木曜日の夕方が今から始まります。ただしまだ空に光あり、西の空の太陽結構明るい。しかも雲の向こうですよ。太陽出てほしいですね。で、4月のもう下旬なわけで、前の森はもう新緑がすごく鮮やかになってきました。今日は午後に緑道を走りに行ってきて、そして汗拭いた後、イメラジオの放送です。この放送終わったらもうお湯は溜めてありますから、ザブンと入ることにしましょう。ベルガモットの入浴剤も入れましたね。さて、7社置いといて、今回は英熟語 Get rid of 取り上げます。英熟語 Get rid of、 Get rid of、 まあ早く発音すれば Get rid of。 この Get rid of がうまく処理ができるかどうかで、だいたい偏差値が50ぐらい、つまり平均ですよね。ですから、ゲットリッドオブ、分かりませんとなると、偏差値40か45ぐらいの人かなというふうになってしまいます。受験生大丈夫でしょうか。ゲットリッドオブっていうのは除外するという意味ですよね。ゲットリッドオブっていうのは除外するという意味です。リッドという言葉がこれだけで動詞になって取り除くという意味になってたりもしますが、大抵はゲットリードオフですよね。ですからこの形で学びましょう。除外数です。まあいろいろなものが目的語に来れて、例えば We should get rid of this waste。 このゴミは、まあ、捨てなきゃいけないと、捨てるべきだと。 We should get rid of this waste。 このように言ってもいいし、例えば、We should get rid of this old custom. We should get rid of old custom. 古い、習慣は除かなきゃいけない。で、こういうふうに目に見えないものにも get rid of は使いますね。そしてこの除外するなんですが、これを単語で言い換えられるでしょうか。これが受験生としての頭の良さですよ。exclude、 除外する。大丈夫？もう一丁他に思いつかない？ remove、 取り除く、除外するでしょ。もう一個言えるかな？ eliminate、 除外するですよね。というわけで、get rid of というこの、熟語が出てきたら、すかさず同じ意味の単語をポンポンポンと3つくっつけて、これで熟語1個、単語3つ制覇というふうにしていきましょう。さっき言ったように、get rid of は偏差値50程度の熟語なので、たとえマスターしてもあまり自慢にはならない。ところがそれにですよ。exclude、eliminate、remove。exclude、eliminate、remove というふうな、これらの動詞がですね、さささっと、あ、これらも動詞だよねと自分でアウトプットできれば、もうそれだけで、お、英語力あるやん、もう偏差値50とかそんなんじゃないよねとなりますね。eliminate、これなんか割と使いこなすのちょっと難しいけれど、まあ言えば、除くとか取り除くですよね。そうですね。We should eliminate. We should eliminate this question from the textbook. We should eliminate this question from the textbook. 教科書からこの問題は除いた方がいいね。イメラジオ第2136回。今回は英熟語 Get rid of 取り上げました。ありがとうございました。